続いてかぼちゃ大好き丸さんからです。お辞儀をする際まぶたの開閉の正解が未だにわからない。これ寝る前気になるやつじゃないですか。あれ俺ってお辞儀するとき目閉じてたっけ、開けてたっけ、半開きだっけ。俺もね思い出したんですよ、自分がじゃあよろしくお願いしますって言ったとき、あれ目閉じてた気もするけど開けてた気もする。上目遣いで相手を見てるってことはないけど、じゃあどこ見てたんだっけ。いや覚えてないってことは目閉じてたのか。目を閉じて眉毛をキュインって上に上げてた気がする。高田純二さんがやる顔になった気がする。よろしくお願いします。どうだっけ、開けてる。他人にお辞儀される時も見ちゃうかもしんないな。やってる店員さんとかにお辞儀してもらう時、店員さんってありがとうございました、またお越しくださいませ、目開けてるあん時。めちゃめちゃ怖いこのお便り。